おはようございます。今朝も体に深呼吸、心のためにも深呼吸、良い一日のスタートとなりますように。恵みの深呼吸のお時間です。クリニックの隣にある森に来ています。セミが鳴いています。そしてやっぱり日陰が多いので風がとても爽やかに感じます。埼玉県の稲町というところなんですけれども、まあそれほど大きな町ではありませんけれど、でもこういう森が残っているのはとても嬉しいことだなと思っています。木漏れ日が美しいですし、風が爽やかですし、こういう森の中にいるとなんか日射病にはならないだね、熱中症にはならないだろうなと思いますし、なんかこう自然の営みというのをとても強く感じます。皆さんが住んでおられる場所ね、まあどういうところに住んでおられるかわかりませんけれども、ぜひぜひ近くの自然といいますかね、近くに何か緑があったり川があったり山があったり、花壇があったり、そういうところがあったらぜひぜひちょっと足を伸ばして、見に行ったり風に当たったり出かけてみたらどうでしょう。朝の早い時間とか夕方の時間になると思いますけれども、でもきっとそういう時間ってこうまあ深呼吸をしているのと同じようななんていうか効果と言いますかね、あるような気がするんですよね。やっぱり自然の中に身を置くというのは自然そのものの雰囲気に包まれて、なんかこう命が溢れているところに一緒にいさせてもらっているという感じがするんですよね。ぜひぜひ元気でいてください。本当に近くにお花がある、近くに緑がある、近くにセミの声が聞こえる、そういうのをね、なんとか大事に生きてくださいね。それじゃあまたお元気で。